刻んでいこうぜ。シューズの靴紐うどんにしてみた。どうも、ナークです。ありがとうございます。挨拶にツッコミがないの辛いな。今回ね、前回の動画見たら分かると思うんですけども、ゲストに高久選手が来てるということで、フルマラソン2時間6分台ですから。意味わかんない。フルマラソンについて俺が疑問に思ってることとか、みんなが疑問に思ってることを質問用意してきたので、ちょっと根掘り葉掘り根掘り葉掘りダッシュで行こうぜ。直近のレースになるんですけども、まず本当に東京マラソンお疲れ様でした。いや、お疲れ様でした。結構高速なペースで進んだよね、今年は。そうだね、やっぱキプチョゲ選手がこの大会に出てくれたってことで、キプチョゲ選手に合わせた大会だったのかなっていう、てかさ、俺の同級生キプチョゲと一緒に走ってるの全然もうスタートから違うとこにいたけど、まあアップ会場とかストレッチするのは本当すぐそこにいたぐらい、俺もやっぱいる。なんか感じました、キプチョゲ選手から。いや、なんかすごいやっぱ落ち着いてるというか、アップ全然いかねえなって。ゆっくりなんかパイプ椅子に座ってこうやって、もうなんか全部すべてを知ってますね。ネイティオみたいな眼差しで。ネイティオ。まあ今回ちょっと東京マラソンはちょっと全然僕にとっては振るわなかったというか、今回やっぱ世界陸上がかかった試合なんで、自分がその世界陸上に選ばれるには日本人で2位以内で2時間5分50秒ってちょっと言われてて、そこら辺目指さないと厳しいよって言われてた中のレースだったんで、20キロ以降の鈴木選手がペース上げた時にやっぱ反応できなくて、力の差っていうのをなんか思い知った時に、自分の中でちょっと気持ちが折れてしまったというか、そっから本当にもうなんか脱力して全然レースに集中できなかった。その前回は福岡で、そこでなんとか MGC 取ってたんでよかったなっていう、まあ昨年度振り返ると最低限の結果を残せたかなっていう。 MGC 取った後も東京マラソンに向けてめちゃめちゃ距離踏んでるな。そうだね、印象あって、ワンチャン東京マラソンの高木やっちゃうのかやっぱり距離踏みすぎて疲労があったみたいなところは。まあやっぱり福岡終わって休まずすぐニューイヤー駅伝があったから、休むことなくニューイヤーに合わせて、でその後すぐ合宿に行って、MGC 取ってるから今度挑戦したいっていう気持ちがあったから、今までやったことない練習ちょっとやってみようと思って、やっぱ40キロ走1ヶ月半か2ヶ月ぐらいで4本ぐらいを目安にやってるんですけど、1ヶ月で6本ぐらいやって、それ俺マジビビって、気持ちがハイになっちゃって、ちゃんとその後休まなかったのが試合の当日スタートしてちょっとやっぱ疲労を感じました、初めて。なんか体重いなって思っちゃった。なるほどね。そうなんだ。40キロ月に6本ですか。ちょうど1ヶ月で6本やって、それなんかインスタで上げてて、意味わかんない。あ、そう、一番早くて2時間4分台ぐらいで40キロ走ってて、もう3分しちゃう。2時間4分台。でも全然その時もまだまだいけるっていうぐらいの感じだったんですけど、その後の練習でやっぱ高ぶっちゃってて、ちゃんと休めてない分、もうレース1本 やったぐらいな、2時間12分ぐらいで走れるぐらいのペースでやっちゃって、もうなんかできたみたいな感じで、ピーキングじゃちょっと下手くそだし、今トップ選手でもそうやってね、ピーキング失敗したり、自分のその気分で間違っちゃうことがあるんで、やっぱり陸上って難しいなって思うね。トップランナーってジェル取ってなくね？なんでこんな挑戦的な質問なの？いや、取ってないかも。取ってないですね。いや、なんかその市民ランナーとかって、モルテンのゼリーとかジェルとかを取って糖分を切らさない、最後までエネルギーを持たせるレース運びっていうのが市民ランナーはあるんですけど、テレビを見てるとトップ選手ってスペシャルドリンクしか取ってないイメージがあって、ジェル取んなくて大丈夫なのこの人らっていう風に見ちゃうんですけど、実際どうなんですか？確かに取ってる人は見たことなくて、たまにほんと一人ボトルに多分ジェルかなんかをテープつけといて剥がしてこう飲んでる仕草も見たなーぐらいの印象で、みんなジェル取ってるっていう感じではないかな。普段の練習で、そのがっつりエネルギーたくさん蓄えて練習してるわけじゃなくて、多分ある程度体も枯渇した状態で練習とかもこなしてるから、多分エネルギー切れとか多分恐れずにやってるというか、もう練習のうちにそういうのを鍛えてるんじゃないかと、まあ、自分なんかやっぱそうで、朝食食べる前に長い時間走ることでエネルギーじゃなくて脂肪を燃やす感覚を身につけると、まあ結構これは本当やった方がいいというか、本当おすすめで、やった方がいいって言って簡単にできることじゃないんで。もうちょっと今吉木さんの口からもありましたけど、ゼリーは取らないけどそのスペシャルドリンクは、ああスペシャルドリンクでちょっとワードも出てきて、あんまり聞いたことないワードなんですけど実用な選手ってみんなスペシャルドリンクっつってさ、ああそうあるけど、カラフルなボトルになんか入れてさ、俺はね基本的にモルテンドリンク、まあもうだいぶ有名になってると思うけど、気温の高い試合、やっぱ脱水になりがちな時は中身2本とボトル2本にして、モルテンとポカリセットか OS1、モルテンだけだとミネラル入ってないんで2本用意したりしてます。
さんといえばね、自己ベスト2時間6分、その時出したその感覚というか、その自分のなんかあります？自己ベスト出したのがもう2年前、まあでもまだまた出せるなっていう感覚はまだ持ってて、まあ、そのやっぱその時の自分のしてた練習っていうのがやっぱ残ってるんで、うん、やっぱそのちょっと待ってごめんね、次元爆弾なんかその時の練習を やれば出るんじゃないかなっていう風な感覚なんで、はいはい、コンディションも良かったですね、風もあんまなかったし、はい、気温もちょうど良くて、うん、暖かい10度ぐらい、10度前後で、うん、まだまだいけるかなっていう。マラソン大会に向けてその距離どのぐらい踏むのかって、まあ、さっきの話もありましたけど、うん、あるんですか、月間何百キロみたいな。あ、いや、周りの実業団選手行くとやっぱ月間1000キロ行ってるっての聞くんですよ。何百じゃなかった聞くんだけど、あんまりその月間これぐらい走ろうっていうのは決めてなくて、一つ一つのポイント練習大事にしてて、全然行ってなかったり逆に踏みすぎてとかもあんま気にしない。一番そのフルマラソン練習でこれやりたくねえみたいな練習とかこれやりたくねえか。でもやっぱ40キロ走はやりたくないかなやっぱ長い1回の練習なんか構えちゃうというか、朝練習終わって大体午前中に40キロ走やるんだけど、2時間は最低かかるからそれやばいな。逆になんか僕短距離の練習でポイント練習で大体うわーってなるんですけど、40キロ以外にそういう風にうわーってなる練習あります？逆にないかな。40キロがやっぱ長いから、20キロの練習とかも、あ、もうちょっとみたいな、5キロ5本のインターバルとかやるんですけど、全然そう長く感じない。あ、しい長いのが嫌なんだ。単純に退屈だよねダッシュで行こうぜ。大事な試合、まあ、試合前ですね、必ず入れてるなんかルーティーンでもいいですし、なんかやってる食べてるものとかなんかあります？いろいろ決め事というか。逆にいつもと同じことするようにしてる。試合前だからなんか多く食べようとか、うん、なんかサプリ飲み始めようとかじゃなくて、うん、普段のこのポイント練習の時の準備をいかにこう同じことできるかなっていう、うん、緊張して周り見えなくなると、あれいつもやってたことやってねえやってなっちゃうと、うん、もう周り見えてないから、それがある意味ルーティーン、うん、ご飯とかもそんな決めてない。この試合の時にはこれ食べたいとか、うなぎ好きなんで前の日はうなぎ食べたいかなっていう最後じゃあマラソンの話聞いてきましたけども、加賀さんにとってマラソンってなんですかね本当それなんか自分でも考えて、まあ駅伝も大事ですけど、結構マラソンを主に練習してて、マラソンなんて年に1本か、まあ、多くて2本、うん、でその間ってやっぱ、まあ、マラソンがない分日頃の地道な練習の積み重ねだから、スタート地点に立つまで難しさを本当にこの一本一歩こなすことにやっぱ故障しちゃうから、まあ、それだけの練習してるから、やっぱどっか痛い足痛いなって思いながらスタートライン立ってる人もいるし、スタートライン立てない人もやっぱいっぱいいるから、その中でやっぱスタートライン立った時に、あ、もうまず勝ったなって、自分に勝ったなって一番思うし、やっぱマラソン走り終わって、まあ、レース終わって自分の中で答え合わせじゃないですけど、うん、やっぱ自分の練習正しかったって一番結果が、まあ、答えじゃないですか。自分で今マラソン練習とかも組み立てて練習メニュー作ってるんで、これでいいのかなって不安はありながら、やっぱ練習してる分、その試合に出て結果出た時にようやくなんか褒められるとか、これで良かったんだなって思えるんで、マラソンってなんだって言われたら、なんだろう、答え合わせみたいな。みんな同じことやってないっていうか、人によって全然違うから、正解がない、答えがないから、逆に神永にとってのマラソンって何？確かにそれ聞きたいな。その俺なんか仕事でやってるわけで、 YouTube とかもありながら何を目指してるの？俺にとってやっぱマラソンは笑うなってマジなこと言うけど、うん、本当に再生回数あそれね、やっぱ人によってモチベーションって違うから、ね、俺だって別に結果残したらお金もある、うん、ここに付随していろんなものがついてくるんですよね。ちょっと今安っぽくなっちゃったんですけど、最終目標であるけど、それに向けてそのフルマラソンをやっていく過程で得られるものって本当にすごくたくさんあるし、長距離で今まで味わったことない辛さを実感できるのがフルマラソンです。できます。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。